今ご紹介いただきました、ジャピコで理事をしております佐藤と申します。本日はお忙しい中、当協会のセミナーの方に足を運んでいただいてありがとうございます。また、当協会の活動について日頃ご理解とご協力いただきまして、この場を借りて感謝申し上げます。で今日は私の方から、お配りしている資料の、通りに進めてまいります。でちょっとプロジェクターの方が端が切れてるんですが、もし見にくい場合はお手元の資料でその場所をご確認いただければというふうに思います。早速ですが、私の方で今日説明させていただきますのは、当協会の方のジャピコの方でも資格制度、それから認証事業を行っておりますが、それの元となっている JIS 規格ですね、JIS9-15001 というのがありますが、JIS9-15001 に基づく個人情報保護マネジメントシステムにおいて、情報セキュリティ対策をどのように位置づけて連携していくのかということについて、ご説明をしたいと思います。で一応今日は3点というか 3個のセクションでご紹介してまいります。まず最初に表題の通り、個人情報保護対策と情報セキュリティ対策の違い、それから2つ目として、両対策をどうやって連携していくのかというところのご紹介、それから最後3点目といたしまして、個人情報保護マネジメントシステムの計画ですね。から、ジャピコマーク、あるいは、ジプデクサのプライバシーマーク、P マークなどを取っていらっしゃるところは、個人情報保護方針、あるいはそれの計画書の作成というのが入っておりますけれども、ちょっとそれをもう少し広めに、捉えてですね、本来 JIS9-15001 が求めているものは何なのかというところに関して、ご紹介をしてまいりたいと思います。で、まず1点目ですね、個人情報保護対策と情報セキュリティ対策のですが、まず一番当たり前のところですが、対策の対象となる情報が違います。まあ、それは当然ですよね。個人情報保護対策はもうその名の通り、個人情報を保護の対象としておりますので、それに対して情報セキュリティ対策は、このベン図にありますように、すべての情報というところになります。ちょっと切れているので、お手元の方の図でご確認ください。で、まあ、すべての情報と言ってるからには、その中の一部が個人情報ということになるという関係でございます。対してやることが違うというところになります。個人情報の保護の対策というのは、まあ、ここにはちょっと代表的なものだけを列挙していて、すべてを網羅しておりませんが、例えば個人情報をお預かりする際に利用目的を通知する、あるいはそれの同意を取得する。まあ、同意取得は先ほどのご紹介にも、ありました通り、法律上は求められておりませんけれども、JIS9-15001 では求められているわけですね。から、当たり前なんですが、同意した範囲内でそれを使うと。というのが利用目的の制限ということになります。それからあとは本人対応と言っているのは、例えば利用をやっぱり停止してくださいとかですね、あるいはどういうものを持っているのか教えてくださいといった場合には対応しましょうというところですね。それからまあ安全管理措置というところがあります。で一方で、情報セキュリティ対策というのがありますけれども、情報セキュリティ対策と実際には、こちらの安全管理措置の方は、同じようなものになります。でそうすると、この差はですね、実際には対象が情報セキュリティ対策といったら、あらゆる情報に関しての情報セキュリティ対策ですと。で、個人情報保護対策における安全管理措置は当たり前なんですが、個人情報に対する安全管理措置、あるいは情報セキュリティ対策というところになろうかと思います。で、その際に、対策する目的の方なんですけれども、でちょっとお手元の資料 と、正面が左右が逆転しているだけで、実際には同じことを書いてございます。で左の方に目的をちょっと、画面の方は書いてございますが、個人情報をまあ適切に取り扱うと。それから先ほどの委員会の方からのご説明にもありました通り、個人情報保護法の準拠という意味では、個人情報保護の第一条にあるのは、個人の権利利益の保護ということになっておりますので、適切な取り扱いをして、さらには個人権利利益の保護をするというのが目的で、その手段のために利用目的を通知したり、同意を取得したり、目的を制限したりするということがあるというところになります。で情報セキュリティ対策の方は、そういう意味では、まあ、いろいろな切り口はありますが、おおむね世の中でよく言われているのは、情報の機密性、それから完全性、可用性を維持するというのが目的で、そのために情報セキュリティ対策のいろいろな、要件があるというところになっておろうかと。で、次の、ところで、そうですね。スライドですと、お手元のスライド8番のところになりますけれども、個人情報保護対策の目的ということにしますので、これからのお話をしますので、下のところを単にちょっと消しただけですね。
で次のところが9ページ目のところ、スライド9になります。で、こちらの方はですね、じゃあ適切な取り扱い、個人の権利利益侵害からの保護っていうのは何なんでしょうというところは、若干これは、なんていうんでしょうか、抽象的な概念のようになっておりますよね。それをちょっと、噛みほぐしますと、こんなようなことだと思います。ご本人が好まないことをしない。で、ご本人が好むことをすると。で、ちょっとこれは言葉としては裏になっているので、等価のようにも聞こえますが、実際にはご本人が好まないことをしないと、ご本人が好むことをするは、微妙に違いがあるかもしれません。ただ、いずれにしてもそういうことになります。で、これが目的だとしますと、手段として、ご本人が選択したことをすると。で、なぜならですね、ご本人が何が好きで何が嫌いなのか、なんていうのは、精神論の話ですけど、わからないですよね。ですから、こちらの方から、こういうことはお好きですか、嫌ですか、と聞きますと。これは何を意味しているかというと、選択肢を与えているということですね。で、その選択肢を与えるために、上の方、利用目的をお知らせする必要があって、その利用目的に同意していただく必要があるという構造になります。ですから、目的と手段が本来連鎖しますが、ご本人が好まないことをしないためには、ご本人に選択をしてもらうと。で、ご本人の選択ができるようにするために、利用目的を通知して同意を取得するというような構造になっておろうかと思います。このご本人が好まない、じゃあこの後ですね、ご本人が好まないこととはそもそもじゃあ何なんだろうというところで、さらにこれをちょっと深く見てまいりたいと思うんですが、まず当然のことは一番下に書いてございます、ご本人を邪魔しないというところですね。ご本人が邪魔だと思うことはしないようにしましょうというのがあります。例えばですが、これが同意、取得と、連携しますけれども、ダイレクトメールを送ってほしくないと思っている人に対しては、ダイレクトメールを送らないというのは、要はダイレクトメールが届くのは邪魔だと思うから嫌だと言ってるわけですね。から、ご本人の邪魔をしないというのがあります。で、これは実は、利用目的制限になりますが、法律上の最低水準がこれになってるわけですね。じゃあ、例えばですが、ダイレクトメールを怒らなければいいのかというところで言えば、法律上はいいわけですよね。でも次の段階をちょっと考えてみたいと思います。ご本人を不安にさせない。これどういうことでしょうか。例えば、お客様からの、情報を取得する際に、電話番号も聞きます、ファックス番号も聞きます、住所も聞きます、E メールアドレスも聞きます、いろんなものを聞いたんだけど、一回も連絡してこない。これは別に法律に違反してないですよね。違反してないけれどもどうでしょうか。ですから邪魔もされてないですよね。でも、不気味ですよね。あの人たちって私の住所とかどうしたんだろうと。せめて郵便が来れば、郵便を送るために使ってたのかなと思うかもしれないですが、全く一切何の連絡もないのに、あれやこれやいっぱい聞かれました。っていうのはちょっと不安ですよね。で、それが2つ目の段階、ご本人を不安にさせないというところです。で、これは現行の法律にはないわけですが、改正法の要配慮個人情報、ちょっとお手元のプリントが間違って、タイプがありますので、こちら赤字にしておりますが、要配慮個人情報の要件がこれに該当します。から必要がないような、機微情報ですね、健康情報などは聞いちゃいけないということになっているのはこの部分であります。から基本的にはまず、勝手に使わない。あるいは、もらったんであれば、それがどういうふうに使われるのかということは、不安を与えないというところが、次の段階があろうと思います。これがご本人が好まないことですね。で、ちょっとここは例で書きましたが、ここをもっと自分の会社ではさらにご本人が好まないことは何だろうなのか、何だろうかというふうに検討を進めていくのがさらに上の段階ですね。ご本人に、どういうことをしない、あるいは、思わせないというところを考えていきましょうというところがこの先にあるわけです。で、この実給1万5001というのは、後半でご紹介しますが、継続的な改善をする企画です。ということでは、この一番下のところにとどまっているのは、これ改善がされてないですよね。これを徐々に上に上げていくことが、継続的改善を示すというところになります。で、先ほどの選択の話に戻りますが、じゃあ選択も、はいかいいえを聞きゃいいのかということになりますと、実はその聞き方にもいろいろやり方があります。で、ここには今同意するとしないがあります。ちょっとまた下が切れてますので、お手元の方の資料でご確認いただければと思いますが、いわゆる上の方に明示的同意取得、それから下半分が暗黙的同意取得、
上の方をデフォルトオフと言ったり、下をデフォルトオンと言いますが、そこの下に例が書いておりますが、上の方の明示的同意取得というのは、同意しますかというところに、例えばウェブ画面であれば、チェックボックスに最初はチェックがついてない、いわゆるデフォルトがオフになっているという状態ですね。から同意するんだったら、お客様がそこで画面上マウスでクリックをするということが、行為が必要になります。で、下の方はこれを日本語としては逆向きにしただけですね。同意しないならチェックしてくださいと。ですからお客様はここの部分でチェックボックスを何もしなければ同意になる。ですから行為をしないと同意になるというところで、この行為が明示的か暗黙的かということで、明示的同意か、それから暗黙的同意かということがわかります。で、現状ではこれは法律にも実規格にも、これをどちらでやれということは制限されていませんが、先ほど個人情報保護委員会の方からご紹介がありましたが、EU に関しては GDPR という規則の中では上に借りる。下のものは同意と認めませんということが明確になっております。ですから、ここの部分も、どちらでやるのかというのは、先ほどの法律上の最低レベルでやるんであれば、これはどっちでもいいです。ですから、下のやり方でもいいということですね。でも、志高くやるんであれば、上の方に行くというところもあるかと思います。ただ、多くの会社は、いや、どっちでもいいんだったら下でいいよねと思うかもしれないですよね。と一端があります。まあ、逆に言うと、下の方がいいと思いますよねっていうのは、上の方にメリットはないのか、下の方にデメリットはないのかという2点になりますけれども、ここの部分で、表にまとめておりますが、明示的同意をすると、この最初にいただいた同意の状態が安定する可能性があります。いわゆるお客様からすると、後から同意したつもりはなかったということで同意を取り消すということが、明示的同意の方は起こりにくい可能性があります。から下の方は、今言った言葉の裏腹ですね。からよく画面を読んでなかったと。同意しないっていうボタンがあるとは知らなかったんで、次へ進むっていうのを押しちゃいました。っていうと、後から、ああ、なんだということで、同意するつもりはなかったんだということで取り消すということがあるかもしれません。で、あと、下の方ですと、それが結果的にはですね、例えばダイレクトメールを送っていいかという同意を取った際に、同意したつもりはなかったと。ただ、システムの仕組み上は暗黙的同意になっていたので、会社としては同意として扱ってみました。ダイレクトメールを送ってみました。邪魔だと思いました。嫌だと思いました。そうすると、それは、利用目的の、同意の変更になるかといえば、通常は、お客様相談の窓口に行く。あるいは担当営業に行くというところで、そこのところに、そもそも同意したつもりはなかったというトラブルが発生するということになります。からそのトラブルが明示的同意の方であれば起こりにくいかもしれないです。からここの部分の、トータルのコストを考えたときに、この下の、お客様がそのつもりはなかったということに、いちいち対応するというところのコストをどう見るかによっては、場合によっては明示的同意の方がいいかもしれないという考え方もあります。これはですから、どちらが善でどちらが悪ということではなくて、企業の考え方と、それから企業の選択ですね。さらには、下の方のお客様にダイレクトメールを送っていたとすると、ダイレクトメールの封書を開けずにゴミ箱に捨ててるかもしれないですよね。もともと同意したつもりなかった。でも、上の方の方はもともとダイレクトメールが欲しいと。で、わざわざマウスをクリックしたという方なので、ダイレクトメールの開封率が上がるかもしれないです。から、この部分に関しては繰り返しますが、上がいいとか下が、いいとか悪いとかではなくて、どちらの形でその個人情報を使っていくのかという会社の方針によるというところになります。で、これが繰り返しますが、本来個人情報のマネジメントシステムにおける計画策定の冒頭に入ってこないといけないことになるということになります。で、あとはそのように同意があった場合ですね、うちの会社では明示的同意だけにするとか、暗黙的同意だけにするとかって決めれればいいんですが、いや、場合によってちょっと場合が違いますと、明示的同意の方がいいかなと思うときもあるし、そうではないときもあるんであれば、それを分けてデータベースに格納していけばいいですよね。だからどっちがいい悪いではないので、それが状況によって使い分けるんであれば、使い分けても構わないわけです。少なくとも現状は、日本の場合は個人情報保護法上はこれを言及してませんから、企業がどちらを選んでも違法にはならないということですね。で、その場合に、例えば、明示的同意だったら大文字の Y、暗黙的だったら小文字の Y とかですね。あと、まあ、嫌だと言った人は、まあ、どっちにも区別する必要がありませんので、N、ノーとするというようなことを何らか決めていく。
あとはですね、さらにその同意を求めるときに、連絡していいですかっていう聞かれ方と、例えば月に1回製品案内を連絡していいですかっていうふうに聞かれるときが、どっちが同意率が上がるかことを考えてみると、細かく聞いた方がもしかしたら同意してくれるかもしれないですよね。うかつに同意しますってやっちゃったら、毎日のようにスパムメールが届くになるような可能性のある文章なのか、必ず月に最大1回しかメールを送りませんけれども同意しますかという聞き方と、どっちがいいかというところで考えると、この許可を取る、同意を取るということを細分化すると、場合によってはこういう条件だったら同意するけれども、こういう条件は嫌だというふうに、ですから戻りますが、お客様に与えるのは選択ですね。お客様に選択の機会を与えるということが、この同意を取得するというところのポイントです。ですから同意を取るっていうと、こちら側、事業者目線になりますが、相手方の目線で考えれば、選択ができるかどうかというところになりますから、選択の機会を広げるためには、一つの例としては同意取得の細分化をするということがある。で、次のページになりますが、そういうことが決まったらですね、同意の内容を整理して、さらにその同意の値、同意状態値というのをデータベースに確認をしていくというような仕組みができていきます。ちょっとここ詳しくやりませんが、まあ、そんな形で、顧客データベースが仮にできたとすると、こんなような顧客データベースになるでしょうというところをちょっとご紹介しております。で、この顧客データベースの中に値が格納されますと、それに従ってダイレクトメールを送るか送らないかを決めていくわけですね。あるいは電話をかけていいのか悪いのかを決めていくわけですが、そうすると、じゃあこの顧客データベースの中に格納されている値に従っていれば、必ずお客さんのご要望に従ったことになるのかというところに関しては少し考えないといけませんが、次のスライドですね。このスライドですが、一番上が顧客管理データベースに格納されている状態値です。から先ほどの大文字の Y なのか N なのか、 N だったらダイレクトメール送っちゃいけないし、 Y だったら送ってもいいわけですね。じゃあ Y だったら常に送っていいのかと考えますと、もともとこの値はどうやって入ったかというと、一番下からいきますと、ご本人の気持ちがあるわけですね。ダイレクトメールは欲しいと思ったのか、送ってくることは邪魔じゃないのかと思ったのは、もうこれ気持ちの問題です。心の中の話なので、これは探りようがありません。それを、例えば同意画面などによって、ご本人による選択の意思表示の機会を与えたわけです。で、それに対してお客様が何らかの行為、例えばマウスをクリックする、紙であればチェックマークを入れる、行為をしたわけですね。で、その行為の結果を値としてデータベースに打ち込むわけです。そうすると、この気持ちと一番上というのは通常であれば一致するはずですよね。でも先ほど申し上げたように、明示的同意、単目的同意などがありますから、実は下から2番目のご本人による選択の意思表示のところを単に見過ごしてただけですと。同意しないっていうのを押さないといけなかったっていうのを見てなかったから、ただ単に同意したことに、だから Y になっちゃったと。だから先ほどの例で言えば小文字の Y になるわけですが、でも Y になっちゃったということが起こります。で、あとはご本人から得た状態値、下から3番目だとしても、お客様気が変わることありますよね。最初はいいと思ったんだけど、しばらくしてから気が変わりましたと。そうすると、一番下から上に、動いていくところが、完全にこれ、遅滞なくリアルタイムでできればいいですが、例えば営業部門、それからサポート部門、いろいろな部門が会社にあるとしますと、本来データベースには Y で入ってるんだけれども、何かサポートでお客さんを怒らせちゃいましたと。でもお前の会社と付き合うの嫌だって気持ちは変わってます。ただこれがいつ上に上がってくるのかという意味では、時間の差として一番下と上がずれることもあります。で、これがずれることが、個人情報保護、マネジメントシステムにおけるリスクですよね。このリスク管理をどうするのかというところになります。だからリスクを軽減するために、なるべく現場で受け付けた、同意取得の変化というのは、例えば3日以内に必ず反映させなさいとかですね、いうようなことをするというのがリスク回避の手段になるかもしれないです。ただいずれにしても、ここはデータベースに入っていた通りにすればいいのかというと、そうではないというところを考えないといけない。で、それが個人情報保護のマネジメントシステムにおけるリスクということになります。
で今ちょっと、ご紹介したようなデータベースをどういうふうに回していくのかにつきましては、このような資料がございますので、もしご興味があったら、ご確認ください。今日はちょっとお時間の関係で、次に進んでまいりたいと思います。あと今申し上げた明示的同意と、暗黙的同意、それからどういうことをお客様に確認すると、お客様がその同意に関して関心事を持っているのかなというところの項目を先ほどはいろいろご自身で自分の会社でイメージを広げて考えてくださいとお伝えしたんですが、一応経済産業省がそのガイドラインを出していることは出しております。ですからこれもですね、これ一応経済産業省が今出しているのはオンラインサービスに関わるものだけですが、オンラインサービスでの同意の取得の場合には参考にしていただけるかなと思います。ちょっと画面から切れておりますが、一番下のところにありますが、この経済産業省が出したこのガイドラインは現在国際規格として ISO IC29184 という形で審議が進んでおりまして、これが審議が進みますと国際的なスタンダードになってくるものです。ですから、ある意味、これに沿っていろいろな準備をして進めておいていただけますと、グローバルなスタンダードの準備の先取りになることがあるかもしれません。で、次に、両対策の連携方法というところです。から1番目はちょっと、少しデフォルメしてですね、リスクの管理とか言ってるのが情報漏洩の話だけじゃないですよねということを少し極端にご紹介しました。で、それを踏まえた上で両対策の連携方法ですが、むしろここからが、セキュリティの話を少しさせていただきます。で、ちょっとまた切れておりますが、先ほど安全管理措置と情報セキュリティ対策のところが同じだというのをスライドの21番でご紹介しました。で、じゃあ、この情報セキュリティ対策の方の受け皿となるので、例えばですが、これも同じく JIS で、JIS9-27001 という規格があります。情報セキュリティマネジメントシステム、ISMS 認証などと呼ばれている規格がこれにあたります。で、この ISMS 認証の中では、こちら情報セキュリティの話ですね。から情報セキュリティの対策の中では、どういうところが、この個人情報保護の安全管理策と接点になり得るのかというところですけれども、この27001では情報セキュリティ対策をするにあたっての、ある意味一丁目一番地は何かというと、情報分類をしなさい。その情報にラベル付けをしなさい。で、ラベル値に従ってその情報を取り扱いなさいというのが実は、この ISMS で定められている、要件です。で、これはまあ、規格に従ってその言葉を使うかは別として、おそらく情報セキュリティ対策の一般もそうでしょう。そうしませんと、何か会社の中の情報を持ち出していいのか悪いのかといったときに、それが機密なのかどうかが分かんないと判断しようないですよね。で、何もかにも全部持ち出すなって言ったら、じゃあお客さんの提案書も持ち出せないのかって話になりますので、お客さんのところ訪問しちゃいけませんってことになりますから、情報の分類をするというところが一丁目一番地にあるとされています。で、その後、情報セキュリティ対策においてはですね、情報というのを機密は01じゃないでしょうと。例えば、極秘と丸秘と、まあ秘密じゃないものと3段階あるとしたら3段階ですよね。ただそれを、まあ分類と言ってますが、どれに分類させるのか。この情報は秘密じゃないよ。あるいはこの情報はちょっと秘密だよ。この情報はすごく秘密だよということを分類しなさいと言ってるわけですね。で、分類したら、先ほどと同じなんですが、ある社員が必ず情報を作った社員、あるいはどこかから預かった社員が最初にそれやらないといけないですよね。ただ、やりましたと。例えば私がですよ。これは極秘だと思いました。次の人どうしましょうかね。私が何て思ったか毎回聞きに来るんですかね。違いますよね。極秘だと思ったら、例えば紙であれば極秘って書きなさい。極秘っていうスタンプを押しなさいっていうルールがありますよね。これがラベル付けのことです。から、極秘だと思うということがまず判断するというのが一番目。で、判断したら判断結果を人がわかるように、見てわかるようにしなさいというのが二番目。そうすると、これが私が極秘だと思いました。極秘のスタンプを押しました。で、棚に戻したら、この情報は次の人が極秘というスタンプがあったら3番目。極秘というスタンプに必要な取り扱いをしなさい。という三段論法です。というのが、情報セキュリティにおけるマネジメントシステムの流れです。
じゃあ、ここをですね、個人情報の安全管理措置とどうやって結びつけるのかというのが、このスライドになります。ここで、まだ、今年の春ですね、に発行されるので、まだ出ていないんですが、ISO/IC29151 という今度規格が出てまいります。で、これは ISMS における個人情報保護の国際規格になるんですが、ちょっと今のところですね、これは実質化される予定がないので、英語のままになります。で、この規格の中ではそこをどう考えているかと言いますと、ちょっとまた切れてますが、お手元の資料でご確認いただければと思いますが、2つの方式があっていいとしています。で、1つ目は、もともとセキュリティの形で、先ほど極秘とマル秘と言いましたが、ここの会社では4段階、極秘情報、非情報、取扱い注意、非機密情報という4段階にしているという例を書いていますが、もしこういう形で先ほどの冒頭にあった、あらゆる情報に伝わっているセキュリティ対策と、その中に個人情報があるというお話をしましたが、そのあらゆる情報に対して、この4段階で分類をするということが、セキュリティ対策でその会社の中で回っているとしたら、そこに対して、個人情報は非情報に該当するというルールを決めたら、そうしたらそれ以降の個人情報の安全管理措置は、情報セキュリティ対策で担ってもらうことができるようになる。というやり方をしてもいいですよ。から、ちょっと切れてますが、お手元の資料、右半分はいやいやそうじゃなくて、この分類として新たに個人情報という分類を作ります。で、この個人情報に対してのセキュリティの必要な対策は何かというのは、新たに作っていきますよというやり方をしてもいいですよというところになっています。から、左の方で済めばいいですし、右の方で、もっとより細かくやるんだと。例えば、通常、普通のあらゆる情報に関してで言うと、暗号化の義務付きは極秘にしかかかっていないと。でも、おおむね個人情報の要件としては、非情報で足りるんじゃないかなと思ったと。いった場合に、個人情報には暗号化をさせたいんだと思った場合には、右側のモデルで個人情報に新たに、暗号化の義務付きはあると。ただ、その他の、例えば極秘情報は通常はですね、金庫に施錠して、責任部門が解除しないと見れないというのが普通極秘情報ですので、個人情報、いわゆるお客さんの名簿がそこに入ってたらすごいことになりますよね。なので、そっちはいいですと。ただ暗号化するんだよということで、右の形を作ることもできます。あるいは、左の運用をしながら、一般の非情報に関しては、本来極秘の要件ありません。ただ、個人情報は、暗号化に関してだけは追加要件にしますよという回し方をすることもできます。これは企業が選んでいいですよというところで、まず、個人情報の安全管理措置を、情報セキュリティの、中に組み込む場合に、ステップ1の情報分類に関してはどちらのやり方でもいいですが、いずれにしても分類がされなきゃいけませんよということを、示唆しております。2つ目なんですが、ちょっとこれはですね、先ほど発行されてないというところなので、画面にだけ英文がありますが、お手元のにはちょっと消しております。で、ただ書いてあることは大したことないので、口頭で申し上げますが、このラベル付けから、情報セキュリティは通常はですね、ラベル付けは義務化されています。から、極秘の情報を心の中だけで極秘だと思われても、他の社員わからないので、心の中で思ってちゃダメで、極秘なら極秘のスタンプを押すなり、本部に書きなさいというふうに、情報セキュリティ対策では求めているとお話をしました。でもそうするとですね、先ほどの個人情報に関してを、じゃあ名簿、名刺もらったら毎回毎回マル秘のスタンプを押すのかっていう話になりますよね。なので、これに関しては、個人情報とは何かということを定めた上で、個人情報ということが、認識されるんであれば、ラベル付けを省いてもいいですよというふうに国際規格は言っております。これなぜかというと、先ほどのこの情報が私が機密情報だと判断しましたって言っても、またこういう一般的な情報をですね、全文章を読んでこれが機密情報かどうかを次の人が正確に分かっていくのは難しいですよね。でも個人情報であれば、まさに名前が書いてある、住所が書いてあることであれば、見れば、普通の人もわかるんであれば、ラベル付けを省くことを許しましょうというところになっています。で、ただラベル付けが剥がれます。次のステップ。取り扱いの時には、ラベル付けを剥がした組織においては、それを、ちゃんと、周知させないといけませんよということですね。から、
セキュリティ対策のことだけ言えば、何もスタンプがないということであれば、機密情報じゃないということになってたとすると、個人情報にスタンプが押してないと、非情報ではなくて機密情報ではないということになってしまうとまずいので、同じくここで、取り扱いに関しては、内容が個人情報だったら、非とスタンプが押されていると同等のことをしなさいというふうに規定に定めれば、非がなくても良くなると。マル秘スタンプがなくても良くなるというところで、ここを埋め合わせています。で、これは一応2151という規格の例ですので、必ずしもこのやり方をしなきゃいけないということではないですが、一応そのような形で、ここを結びつけますと、個人情報保護における安全管理措置と、情報セキュリティの、マネジメントシステムは、他の部分は本来全部連動するはずです。だから、個人情報のためだけに、機密情報あるいは情報セキュリティ対策をするということはなくなるので、それの参考としてご紹介いたしました。で、残りの時間で、最後の部分ですね。あれ、おかしい。あ、ごめんなさい、そうです。ですね。自分で追加して自分で忘れちゃいました。ちょっと時間がないので、ごめんなさい、これ、追加したんですが。3番目としまして、個人情報保護のマネジメントシステムの計画というところでご紹介してまいります。で、マネジメントシステムは先ほども口頭でご紹介した通り、継続的な改善のことを言っております。で、あとはですね、改善って何でしょうっていうと、継続できないものは改善できないとこれ書いてあるんですが、そうですよね。例えば、走り幅跳びが2メータージャンプできるようになって改善すると言ったら2メーターよりも多くなるって、なんか目標がないと、もう一回飛んでみました、すごい、汗だくで頑張りました、だから改善したでしょって言われても困りますよね。だから2メーター飛んだ人が改善するんだったら2メーター10センチ飛んでもらわないといけない。という意味では計測できないものは改善できないでしょうといった時に、じゃあ個人情報保護マネジメントシステムの計測指標は何でしょうというところで、これもちょっと例ですが、例として考えられるのは、利用同意率。ですから、お客様にダイレクトメール送っていいですかと聞きました。聞いた場合に、10人、聞いたら10人ともいいと言ってくれれば 100% ですね。10人にいいですかって聞いたら8人しか、いいって言ってくれなかったら 80% という意味で、この、同意率を向上させないといけません。からあとは、同意をせっかく取ったのに、その後、やっぱりやめてくれと、いわゆる利用停止ですね。利用停止の率は下げないといけません。から、10人に聞いたら10人、同意してくれました。ダイレクトメール1回送ったら、10人からもうやめてくれと言われました。では、意味がないですよね。から、この利用停止を下げないといけない。から、あとは利用目的。先ほど、利用目的を狭くすれば同意率が上がるかもしれませんねってお話をしました。そういう意味では、じゃあどんどん狭くすればいいのかというと、やはり会社としては利用目的を広げたい場合もありますよね。だからその場合では利用目的の拡大を図れるか。例えばこれ、ここにあくまで例で書いておりますが、これらを、個人情報保護の方針として社内で決めていかないといけないというところになろうかと思います。ちょっと、こちらのスライドはお手元のになくて先ほど、追加しました。が、下がちょっと切れているので微妙ですが、利用同意率が青い線で書いております。で、利用停止率が、大々色の線で書いております。そういう意味で、一番左に寄っている方がいいわけですね。で、ちょっと下の切れているところには何を書いてあるかというと、利用目的が左が狭くて右が広いというふうに書いてみました。で、利用目的を広げていったら利用同意率は下がるのか。ですから、例えば、月に1回メールを送りますという利用同意に比べて月に4回メールを送りますというのは下がるのかとかというのはこれは分かりません。これを仮説と検証によって繰り返して改善していくのが個人情報保護のマネジメントシステムになります。これはですから利用目的なのか他の要素があるかもしれないですよね。これはそれぞれの会社によって、会社の業態、それから、普段の営業活動の内容によって変わるかもしれませんが、何で測定をするのか。で、その測定しようとしている、値は何によって影響を受けるのかというところに、これは全企業、全業種、全、なんですか、利用形態で1位の会はないはずですので、これを検証していくのが、各企業の差別化になっていくわけですね。から、個人情報保護のマネジメントシステムは、今日集まりの中でも JAPICO の認証などを受けていただいている場合には、個人情報保護マネジメントシステムを回していただいているわけですが、例えば、
その個人情報マネジメントシステムをコンプライアンスで位置づけたとしたらですが、そうしたらですね、10人に同意を聞きました。10人からダメと言われました。これはコンプライアンス上 OK ですよね。でもこれ社長喜びますかね。うちの会社実はダイレクトメールって一通も出せないんです。皆さんから断られてるんで。コンプライアンス上は完璧です。ありえないですよね。から同意率を上げないといけません。から、不同意率、利用停止を下げていくというところが社長が。で、ちょっと、それも、先ほどの図がですね、どういう、キーワードで影響するのかというのも、ちょっとキーワードはマスマーケティングなのかダイレクトマーケティングなのかの違いなどがありますが、ちょっとこれもお時間の関係で、今日は。で、それから今日のご紹介したことを、少しまとめたいと思いますが、ちょっとこれは先ほどのですね、個人情報委員会さんの言葉のありあしを取るつもりはなくて、まあ、私も先ほどの資料は先ほど見たので、あれを見て書いたんじゃないんですが、個人情報の保護と利活用はバランスでしょうか。バランスっていうのはどういうことかというと、この上の絵で言うと、真ん中のところをどっちにあるかですね。保護が弱まれば利活用が高まります。保護を高めると利活用が減ります。というのがバランスです。でもこれバランスなのかというと違いますよね。左下、個人情報の保護と利活用は両立させないといけません。で、どういうことかというと、保護を丁寧にやるからお客さんは安心して、個人情報を使っていいと言ってくれて利活用ができるんであれば、保護を高めると利活用ができるようになるという道があるわけですね。これバランスで考えてしまうと、それがどっちにしますか、右にしますか、左にしますかなんですが、これは下の図で保護と利活用は両立できるという方向を考えていかないといけないというところです。で、まあそういう意味で一番上の1次元が左下で2次元になったんですが、これを3次元にすると、じゃあ両立のポイントで何を工夫するのかというと、そこでリスクを抑えていきます。で、リスクというのの例は、先ほど1例だけですが、同意の本人のお気持ちの中身とデータベースの中の値が違うということはリスクの一つですよね。これを下げていかないといけません。で、下げるためには、明示的同意がいいのか、まあ、暗黙的同意がいいのかというのが決まっていくわけですね。で、さらにはこれはテストができますので、会社であれば、実際には、いわゆる AB テストをしていくことができます。例えばセミナーを開いて、アンケートの中で今後のダイレクトメールの募集を図りましょうといったときに、書き方を分けますと。ですから、先ほどの弊社からの、案内をダイレクトメールで送りますというアンケートを配るときと、それから弊社からの案内を月に最大1回だけ送りますといったときに、本当に同意率は変わるのか。で、変わらないんだったら、まあ、極端に言ったら、あんまり制限しない方がいいですね。とかっていうことを、右下のところでやっていくというのを一つ示しています。から、あと、セキュリティに絡むこととして、もう一つ重要な点が、顧客管理データベースの、安全管理措置に関しては、当然データ漏洩の防止というのがあるわけですが、それは、その中の個人情報の領域ですね。で、実際にはただ、先ほどの、同意の値を持ってますよね。先ほども表の例をお見せしましたが、その同意の値が汚染という言葉を、まあ、いわゆるマーケティングの人はマーケティング用語で使いますが、汚染されると大変です。から、Y と N で全部入ってるわけですね。そこに実は N の人の、情報を間違って Y で1人分入れちゃいましたと。ただ、その1人がどなたかが分かんなくなっちゃいました。となると、全権使えなくなりますよね。と、これを個人情報の汚染と呼びます。で、この利用同意情報が汚染されると、実は個人情報の漏洩よりは、企業にとってもっと重大な問題です。営業活動が止まるということですね、瞬時に。から、基本的にはこの汚染を防ぐには、セキュリティでいうと完全性が求められます。あと、利用停止についても同じですね。利用停止の方の一覧表があって、それを停止してたんだけど、一覧表なくなっちゃいましたと。誰が停止してたのか分かりませんでした。ということになると、同じようになりますから、こちらも面接を防がないといけないということになろうかと思います。で、最後のスライドですが、個人情報のライフサイクルはどうやって回るのかというところですが、一番上にお客様がいて、下に会社があるとしますと、まず何らかの形でお客様の情報が会社にやってくるわけですね。と、それに対して、プロモーションと書いてありますが、まあ、コンタクト、お客様に連絡、あるいは、セールスに行ったり、
広告を打ったりするわけですが、これがぐるぐる回ります。で、これは右の方のカーブの矢印で書いてありますが、お客様は事業者を信頼するから個人情報をくれます。くれたからプロモーションしました。プロモーションしたら左側ですね。お客様、安心してくれました。安心してくれたら次に、こちらが、紹介した、例えば、セールス活動であれば、関心を持ってくれました。興味を持ってくれました。では、もうちょっと自分の情報を出そうかな。で、それでまた連絡を取ります。で、お客様がそれが役に立つと思ったと。役に立つんだったらば、じゃあメールマガジンに入ろうかな。会社のメールマガジンがあるなら入ろうかな。定期的なダイレクトメールの購読をしようかな。というところに回ると、次に利用同意が入っていくと。で、ただその時常に選択肢を提供してお客様の気持ちが変わってないかも見ます。で、これをぐるぐる回していくことで、この関係というのが両方成り立ちます。で、ここに今6個のキーワードがありますが、この1つでもかけるとこのループが止まりますので、止まった瞬間に利用停止が起こって、そのお客さんの個人情報は使えなくなるということになります。だからこのライフサイクルを止めないように回すというところが必要になろうかと思います。と、一応以上でですね、私した資料は終わりでございます。個人情報保護マネジメントシステムの計画に関しては、安全管理措置はセキュリティの計画として当然必要なんですけれども、その他にいかにしてそれを事業に生かしていくのかというところの改善活動にも使うという側面を持つことで、こちらに関してはコンプライアンスのための活動ではなくて、営業活動、売上を上げるための活動につなげていくと思いますので、このような形で今後も JAPICO の研修制度、あるいは事業者認証制度をご活用いただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。